おい、一条楽。貴様まさか、その程度の問題も解けんのか？そんなことで、お嬢の恋人が務まると。げ、うるせえな、見るなよ。仕方ないな。ちょっと見せてみろ。は？お嬢、失礼します。いいか、まずこの問題の場合はな。なんだ、こうして今日はいつになく優しいな。こうしてどういう風の吹き回し。すると次はだな。おい、何をしろしろ見ている。ちゃんと話は聞いていたのか。え、ああ聞いてたって。何ドキドキしてんだ俺は。しかしつぐみって教えるのうまいな。すんなり理解できた、ありがとな。そうか、じゃああとは一人でやってみろ。ああ助かった。どこ教えてもらったの？この問題。あの二人って仲いいわよね。そうか。あ、そうだ、テスト勉強も大事だけど今日は